Posting pictures on the gram so other people know that we're more than friends. Ever since you came around, I've never been sober, always in my head. Met you at a time when I was so low. Went from just talking to taking you home. ですね、私は福島県にいます。今こう山奥なんですけども、今回ご紹介するのは福島県の安達太良山の麓にある沼尻元湯というところに行こうと思ってます。そこの沼尻元湯というのは自然の温泉があるという情報をね見かけたので、どんなところなのかっていうのをねちょっと行ってみたいと思って、ついでにね皆様にご紹介したいなと思ってます。こう温泉がガバ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 湧いてて、川もね流れてるみたいなので、そこに行って温泉をね入っていこうかなと思ってます。それでね2つほど皆様にご連絡したいなと思ってる点があるんですけども、私が今喋ってる向かい側ですね、こちらがね広く駐車場みたいな感じでなってるんですけども、ここまでがね写真をちょっと見せたいと思うんですけども、こんな感じでね道中ボコボコしてますんで、これはね四駆とかじゃないとちょっときついっていう感じです。私もね自分の車はここまで来れませんでした。車高が低くなっててきついなと感じたので、途中で車を乗り捨てて、でここまでね2キロぐらいかな、時間的には30分ぐらい歩きました。それがね1点のご紹介になります。それとねもう1点なんですけども、こちらのようにね危険と有毒ガスが温泉のところにはね発生しているので、風が強い日じゃないとここは厳しいみたいな感じです。今日はね結構風が強くてですね、天気予報で見ると風速最大7メートルっていう形だったので、今日は大丈夫かなと思ってます。こんな感じで立ち入り禁止と書いてますので、ここはね自己責任、当社の責任外としますと書いてあるので、ここは自己責任で行くような感じですね。それではね行ってみたいと思います。じゃあ行きますね。はい、あ結構狭いな。あこれはロープついてるのはこれ湯の花ですね。湯の花を運ぶための、うわーすげえ、あそこまでだよ、ここまでつながってる、すげえ遠いな、結構歩くな。よし行きましょう。これ見てくださいよ、うわ景色超綺麗だ、いや最高。でも路面がねすごいよ、おお、うわよいしょ、ういっ、うわ、あ音聞こえる、下の温泉地までつながってるパイプですね。触るとね、あ結構あったかい、音も聞こえる、流れてるのはちょっと楽しみですね。おお道が
岩になってる。岩登るんだね、これ。よし、いい。はい。ああ。おお。すごい。そんなに、安全なね、手すりみたいなのはないけど、まあ、そんなに危なくはないですね。おお。ここはちょっと危険だぞ。これはね、雪を登っていきますか。よし、クリア。まだまだ続きます。おお、こんな橋にもなっとる。これはここを渡れてる。すごいな、これ行けるのかな。あ、行けるね。おお、おお、お、クリア。いい。左がね、見えてきましたよ、滝が。ほら、最高っすね。めちゃくちゃ綺麗。ちょっとね、白く濁ってるんで、温泉混じりの滝ですね、これは。そうすると、上の沼尻元湯のところから流れてきてる温泉が、ここに流れて滝になってるんですね。いやー、綺麗だ。川がね、見えるところまで来ました。めちゃめちゃ白く濁ってます。ここを立ってるとね、めちゃくちゃ硫黄臭いです。硫黄の香りがね、いい香りって感じるもんですね。食べてみたいと思います。はい、じゃあね、入れてみたいと思います。はい、あちゃ、楽しみです。はい、入れた卵がですね、この黒くなってきましたね。もういいかな、もう40分か50分ぐらい経ってるけど。じゃあね、これ割ってみてできてるかどうか確認して、できてから食べてみたいと思います。ではですね、できてるかどうか割ってみようと思います。いきます。おお、じゃーん、ほらできてますよ。すげえプルプル。うん、で上から見てみますとこんな感じです。ほら、こんな感じでできます。うわー、うまそうだ。温泉卵できてます。いい、じゃあね、いただきます。うまい。最後、ぜひね、ここ来たら卵投票になります。いかがだったでしょうか。ここのね、沼尻温泉はね、路面がね、すごい悪い状態で大変危険な場所です。間違ってもね、軽い気持ちで行くような形はしないようにしてください。それとね、ここの温泉の性質なんですけども、 pH が 1.5
1.9 って言われております。かなりのね酸性になります。しかしね、川の水と温泉のね pH 1.9 のものが混ざり合うような形なので、実質 pH 3ぐらいかなとは思ってはいます。酸性であるとね、特に水虫なんかされてる方なんかは治療するにはいい温泉じゃないのかなと思っています。あとね、入りますとかなり酸性なのでスベスベになります。これ女性の方にもいいかもしれませんね。はい、まあね、ここはね野湯なので自然の温泉に入れるっていうので、そこがねとても醍醐味という形の温泉だと思います。好きな方はね一度来てみてください。それではね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしねこの動画が良かったなと思いましたら、グッドボタン、それとね、まだチャンネル登録をしてない方はチャンネル登録をねよろしくお願いします。それでは今回の動画は以上となります。それではまた、バイバーイ。Better grave woman.